はい、というわけで、今日はですね、タイ来て2日目なんですけど、夜のナイトマーケットに来てまして、こんな感じですね。すごいんですよ。あの祭りでもないのに人がこの時間、今夜の9時なんですけど、いて、本当になんかタイって祭りの文化なのかみたいな感じで盛り上がってますね。で、ちょっと今日ですね、今回この虫、屋台で虫が売ってたんですわ。映せますかね。こんな感じで結構グロいんで、4種類の虫があるので、これを今から皆さんに食レポをして味をお伝えしたいと思います。じゃあ行きます。まずですね、この芋虫みたいなやつですね。これ果たしてうまいのか、全然食べたくないんですけど、行きます。お、めっちゃうまい、めっちゃうまいです。芋虫めっちゃうまいです。続いてなんですけど、このなんか幼虫みたいなやつ、これいってみますね。うわ、すごっ。あのピーナッツみたいな味しますね。意外といける、なんか見た目だけだ、結構いけますよ。そしてこのなんかコオロギみたいな、これうわすごいっすね。これやばくないですか、めっちゃ鳥肌立つんですけど、これうわ、これいきますね。うわ、ちょっと目が合った今。あのね、桜エビみたいな味ですね。全然いけるわ。じゃラストね、ラストはあれ、ラストどれだ、あの今ので全部なのかな。4種類いったんですけどね。あとはこのバッタみたいなやつ、最後これいって食レポ終わりにしたいと思います。もう全然食べなくないんですけど、でも意外とうまいからね。あ、これも同じように桜エビの味します。これでね、全部で100バーツ、日本円で言うと360円ぐらいですわ。これ意外と酒のつまみには合ってると思いますね。というわけで、タイに来た皆さんはぜひ食べてみてください。ありがとうございました。というわけで、次はですね、このマンゴーをですね、今60バーツで買ったんですね。だから日本円で言うと180円ぐらい。これが M サイズって言って180円で食べれるということでね、下になんか米みたいなの入ってますけど、どんな味がするのか食レポしたいと思います。結構ね、硬いっすね。まあ、ナイトマーケットなんでちょっと音がうるさいと思うんですけど、ちょっといただきますね。あの思ってたより渋いで、なんかぬるい。だから日本のマンゴーはやっぱ美味しいっすわ。ちょっとタイのマンゴー、これね、あの安いけど確かに野菜みたいですね。はい、というわけで食レポでした。これはすごい。あ、でも普通のところに辺が入ってるやん。そうっす。だからこむの収まるまで飲みます。でも実際ヤッキーとか結構空いてるから。そうっすね、そこに入っちゃいますよね。それが見てからどっち来たのか。